ルグラン・ケビーは、フランス、ノルマンディ地域兼、セーヌ・マリティーム兼のコミューン。1994年以来、ルアンの路面電車が乗り入れている。ジョルジュ・ュブラック線が市内を南北に5駅を横断し、ピーク時には6分間隔で電車が来る。約20分で、ルアン中心部へ行くことができる。ルプティ・ケビーへは、数分である。バス路線2本は、 頻繁にあり、電車が直接乗り入れていない近郊コミューンをつないでいる。1027年頃、チェビライとして記された。12世紀初頭の中世ラテン語ではキャバリーアムであった。ガリア人の人名キャビレオズからなる言葉であり、設備ジオキウムは一致と所有権を示す。1154年、ルアンの塩倉庫の親方シャルルド・ドベックドリエーブルが、グランケビーの領主となった。 18世紀末には、ベックドリエーブル家が、グランケビー城を建設した。第二次世界大戦中、住民は町を後にし、住宅は解体されたが、軍事要員の補充はなされた。1947年より、市長トニー・ラリュは低所得者向け集合住宅と、私立図書館建設に着手。1977年、ラリは、 若いローラン・ファビウスを副市長に抜擢した。フランソアでベアウレ・パイレ、レ・ナムズ・でカミューンズ・ヤン・シエン・パワース・でラザイネ、マリ・タイム、パリ、エイ、ジェイ・ピカール、1979、180P。ありがとうございます。